今前半の45分がスタートしました。まずは長いボール、さあ山梨学院大学ドリブル、海浜田、海マリン、中へ入れます。斉藤シュート、シュート、実はこの19番の海マリン選手対峙してるんですけど、ジェフの時にユースで中高一緒にやってる同じ学年の、はい、選手なんですよ。だからお互い負けたくないでしょうね。北村のキック、高いボール、ヘッドヘディングでここ縦に入れます。ここでカットしました、山梨学院大学。ただ東洋大学が回収しました。中へ入れてきますが、長いボール縦へ、武田が出てきます。なしきですね、右足、うんうん、このところで、ね、左で打ってきました。裏のスペース、いいボール、ここ抜け出すとチャンスになりますが、キープして北川、田畑仕掛ける、田畑のシュート、速いボール入れてきました、収める、反転して左足クロス、ファーサイド、左足でもう一本折り返して、ここ収まるか。コーナーキック、早いリスタート、クロス、ファーサイド、ヘディングのクリアです。ビルフィードに内定が決まっています。ビルドアップを自分の長所としている杉浦佳穂です。まあ、高さがあるディフェンスラインとなっています、山梨学院大学。さあ浜田めぐ、奪った、北村縦送る、とここで奪いました。門脇から北川、左足、うん、チャンスですね。収めた。貝、柏井彩香、柏井のクロス、シュートいいですよね、寄せが、ね、さあ収めます。途中交代の稲山仕掛ける、落ち合いのクロス、分かっていて準備はしていたんですけれどもやられてしまいました。あ、アーリーで右足シュート、ただ枠の上でした。上田里穂です、今日はトップの位置に入っています。ドリブル持ち上がる、まだ行く、サイドいるんで、もうスライディングで。前半44分が経過しています。まあゴールに近いところに入れてくるんでしょうね、これ、あ、山梨学院大学左サイドからクロスが入ってくる、うん、門脇中央、宮本、東洋大学のコーナーキックです。中央、落ち合い縦入れる、大外からクロス、中央、いい、惜しい惜しい、長いボール、一つ下げて北村戻っています。そうですね、ここのディフェンスが大切、
門脇左足もう一本振っていきました、うん、にスローインを任せました。さあここコーナー取れるか、あ抜け出しましたね、中クロス、うわ面白いです、駆け出します、木本、栃谷のクロス、はい、楽しみな選手だと思います。166センチのプレイヤーです、はい、栃谷美宇です。ちっちゃくて小生意気な選手です。さあここはあこぼれて宮本が左へ送る、ネマ中央、これは門脇右足、ナイスキーパー、大外、左足、入った、先制、東洋大学、24番北川、フリーにさせちゃってるから間に入ってくるのうまいですよね。そうですね、タイミングもそこがルーズになっちゃうんで、浮いたボール、ゴールキーパー出ています。24番の北川恵里が入れます。左足のキック、ヘッド、これで山梨学院大学は4名の選手を交代したことになります。さあ左サイド、うん、あ、これ先生、浜田が高さはあるニア、ヘッドクリア、ただ回収、まだ中にあります。もう一度クロス。あ、面白いですよ。いや。コーナーキック。ファーサイド。お、よくキーパー触った。人がいない。さあ右サイド、終わりましたね。今試合終了のホイッスルです。東洋大学悲願の初優勝、東洋大学は関東大学女子サッカーリーグ戦初優勝に続き、このインカレも制覇です。スタジアムにお集まりの皆さん、配信をご覧の皆さん、見事初優勝を飾りました東洋大学、石津亮太郎監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。創部10年目でのインカレ初優勝です。今のお気持ち聞かせてください。いや、もう素直に嬉しいです。はい、ありがとうございます。77大学の頂点、ここまで決して簡単な道のりではなかったですよね。そうですね、はい、すごい難しい、今日も、まあ、山梨学院さんはすごい素晴らしいチームだったので非常に難しいゲームだったんですが、まあ、選手たちがよく頑張ってくれたと思います。初の決勝の大舞台、選手たちにどんな話をしてピッチへ送り出されたんでしょうか。いや、もう普段通り普段のプレーを出そうということと、まあ、楽しんでやろうというところを伝えました。この西ヶ丘で選手たち躍動してくれましたね。そうですね、本当に今日は少し硬さとかも見えたんですけど、まあ、勝ってくれたんで本当に良かったと思います。改めて今年のチーム、どんなチームでしたか。そうですね、チーム力といいますか、誰が出ても同じパフォーマンスができるというところで、今日も準決勝とメンバー少し違うんですが、いいプレーしてくれたと思います。最後にここまで応援してくださった方へ一言いただけますでしょうか。はい、大学関係者の皆様、あと OG のみんな、保護者の皆様、あとは普段から応援してくださる方々のおかげで僕らの活動ができているので、本当に
今までオンバックがいただいていたので今日こうやって結果で返すことができて本当に良かったと思います。ありがとうございます。石津監督でした。ありがとうございました。天の今井優香選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。初優勝です。まずは今どんな思いが込み上げていらっしゃいますか？もうただただ本当に嬉しいっていう気持ちです。試合前にはチームメイトの皆さんとどんな声を掛け合って試合に臨まれたんでしょうか？そう、私たちはできると思っていたのでもう無理に決まらなくていつも通り行こうっていうところから試合に臨みました。前半は0対0、まあ、90分の中で難しい時間帯もあったかと思いますが、まあ、どんなことを大事にピッチの中でみんなでプレーをしていたんでしょうか？そう、もちろんミスがつきものなので全員で戦うっていうところと私たちのボールを支配して回すっていうところで慌てずに試合に臨もうっていうところで話し合いました。初優勝、このキャプテンとしての思いというのはいかがでしょうか？本当個人的な話になってしまうんですけど、私これまで日本一取った時にピッチに立っていなかったので今日しっかり取りたいっていう気持ちが本当に取れて嬉しいなって思います。最後に応援してくれた方々にメッセージをお願いします。本当にたくさんの方の支えと応援があったからこそこうやって頑張ることができたので感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。続いて東洋大学北川恵里選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。創部10年目での初優勝です。今どんなお気持ちでしょうか？素直に嬉しいです。素晴らしい決勝ゴールでした。北川選手のゴールシーンどんなことを意識されていたんでしょうか？ゴール前でフリーだったんでしっかり落ち着いてコースを狙って蹴ったら入ったので良かったです。このメンバーで戦うのは、まあ、今日が最後だったかと思います。全員で掴んだ日本一ですね。はい、試合に出てないメンバーもチームのために動いてくれて本当に全員で掴み取った優勝だと思います。最後にこれまで支えてくれた方にメッセージお願いします。いつも応援ありがとうございます。こうやってしっかり優勝して優勝できたことは本当に応援のおかげだと思います。ありがとうございます。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。北川恵里選手でした。